今ね、朝の PT、まあ、フィジカルトレーニングですね。フィジカルトレーニングの方から帰ってきて、普段はですね、PT のシャツ、あの黒にアーミーのロゴが入ってるシャツを着るんですけども、今日は金曜日、僕ら金曜日はですね、毎週週に1回コンバットフォーカスのトレーニングということで、こういう OCP の迷彩を着て、で、今日はですね、1マイル半を、ウォーターキャン、ウォータージャグス、まあ、水の入ったこれくらいのボトルですね、これくらいの水の入ったボトルを担いで、まあ、走るっていう感じでした。それをね、まあ、トレーニングが今ちょうど8時ですね、ちょうど朝の8時07分になります。終わって、次はですね、仕事が始まるのが9時半なので1時間半まああるんですけど、時間はちょっとね、シャワー浴びて、ご飯食べて、でね、必要な書類があってそれを用意しなきゃいけないので、それまでにそこをちょっと仕事して、まあ、とりあえずご飯ですね、ご飯食べるっていう感じになります。の前にシャワー。今ね、書類の整理が全部終わって、必要な書類を持って、今9時なんですけども、ちょうど9時、これからね、食堂に行ってご飯食べて、そのまま仕事の方に向かおうと思います。今ね、昼休憩11時半になるんですけれども、11時半の昼休憩、今日は少しね、いつもと違ってですね、イゴデイということで、少しね、いつもより早く仕事が終わる日なんですね。で、12時45分だかに、この寮に住んでる人たちが、フォーメーション、ちょっとなんか集会、集まりみたいなのがあるみたいなんですけども、何の内容は 何になるのかわからないので、ちょっとね、部屋のインスペクション、なんか、検査とかがあるんじゃないかなって思って、ちょっとビクビクしてるんで、ちょっと部屋の掃除をね、今からちょっとして、でそこから食堂を向かおうかなと思います。なのでちょっと朝着てたものとかも全部洗濯に入れて、ちょっとね、スウィートマップちょっとしようかなと思います。ですね、今ちょうど戻ってきて15時52分、もうちょっとで4時ですね、になるところです。で、仕事が終わって、で、今日はですね、ジム行く予定だったんですけれども、まあ、急遽、まあ、コロナのワクチンですね、打つことになったので、ちょっと今日はね、ジム行かないと思います。今週末、金土日とジムを休もうかなと思います。今ご飯ちょっと行ってご飯食べてきて、で帰ってきたところです。ね、今18時20分なんですけども、夜中の1時ですねから、8時間、朝の9時までシフトが僕あるので、ちょっとね、寝ようかと思うんですけども、ちょっとね、なんだけど、その前に少しこのミリタリーのワクチン事情について少しだけね、軽くお話ししようかなと思います。まあね、アーミー、現時点ではアーミーはですね、今のところ強制という感じではないんですけれども、そのね、なんだろう、遠回しっていうか、僕らのファーストサージェントっていう、ちょっと上のランクの、結構上のランクの方とかが話すには、僕らは例えば夏休みとか、そういうなんか長期休みをもらうことがあるんですね、夏とか冬とかに、まあ2週間3週間ぐらいの休みの期間があるんですけども、その時に大体みんな家族の元とかに帰るんですけども、僕の場合はフロリダの方に帰ることになっていて、でフロリダに帰れなくなる可能性がある、でなんか、まあ脅しではないんだけども、なんだろう、そういうことが将来いつか
夏とかにそのリーブがあるときにそういうのも、まあ、ありえなくはないよねというありえなくはないよねという感じで話してて、僕はそんなにねワクチンを打ちたくない派だったんですけれども、まあこの際いつか打たなきゃいけないのかなって思って打つことにしました。なのでね、まあ、今日打ったのでまだ体調の変化とかはそんなにないんですけども、次の日とかに結構やばいことになってくるみたいななんか友達の見てる感じだと吐き気したりとかも結構効くのでね、まあ、毎日ちょっとずつ体調の方とか見て、まあね、安静にしてジムもちょっと控えていこうかなと思います。まあね、今後本当に、ミリタリーの人、アーミーの人とか全体的に強制にするかどうかはまだ分からないんですけども、そうやってね、まあ少しずつやっぱりミリタリーはどんどんワクチン接種をどんどん押してってるので、みんなにね、打ってほしいという感じになってて、今僕のバタリアンブリゲイド、僕のユニットですね、で 50% かなが接種したのかな、今のところとファーストドース1回目の接種ですねが多分 50% になったので、多分残り半、それを 75% に引き上げたいって言ってたので、多分どんどんこれから打つ人が増えるんじゃないかなって。ワクチン打ったからなんだろう、もうマスクしなくてもいいとか、なんだろう、その好きなところにいつでも行けるとか、そういうわけではないので、ちょっとね、他の人に感染、自分が感染して他の人に感染させてしまうことも全然ありえるので、ここでなんだろう、もうマスクしなくていいとかそういう感じにならずに、なんだろうね、ただ単に接種したから少しでもね、なんだろう、他の人を、他のなんだろう、旅行とかなんだろう、行けるようになったらいいなみたいな感じです。僕は本当にそれだけですけど、なんか接種したからも満足っていう感じではないので、やっぱり今年の夏とかにね、少しフロリダの方に帰るなりとか考えてるので、どうなるか様子見っていう感じですね、今のところは。それではまた次回の動画でお会いしましょう。